なんかついてないんだよな。運命変えたいよな。また占いにでも行こうかな。でもこの前の人形長田チコちゃんなんかインチキ臭かったしな。でも今日違うとこ行ってみようかな。行ってみよう。アンジェラチコよく当たります。へえ、アンジェラじゃなくてアンジェラなんだ。へえ、ここ行ってみようかな。かっちゃ、こんにちは。どうぞ。あ、すいません、よろしくお願いします。こちらにおかけください。あ、ありがとうございます。あれ、なんか聞いた感じの声だけど、顔も見たことあるような感じだけど、まあいいか。よろしくお願いします。もう見えちゃったの。まだ何も言ってないんだけど、見えちゃった。すいません、何が見えたんですか。あなた、はい、よくタンスの角で足の小指をぶつけますね。そうなんですよ、私よくね、タンスの角でね、こう足の小指がザーンって当ててめっちゃ痛いってなるんですよ。もうほんと痛くて、すごい、よくわかりますね。わかりますよ。すごい、素晴らしい。当たった、すごい。見えました。もう見たんですか。すごいな、何が見えたんだろう。あなた、はい、この前、この前、何うどんを床に打ち上げましたね。そうなんですよ。うどん作ってて、さあ、移し替えようと思ったらバッシャーンって床に全部ぶちまけちゃったんですよ。もうすごい。なんかカメラかなんかついてるのかな。あなた、はい、明日死にます。明日死んじゃうんですか。私やだ、死にたくない。どうしたらいいんですか。運命を変えたいですか。はい、運命変えたいです。そしたら、はい、何この壺を家に置いてください。あ、この壺を家に置けばいいんですか。ありがとうございます。ただじゃないですよ。ただじゃないな。そうだよね、そりゃそうだよね。でもこの壺を家に置いたら死なないんだから、はい、すいません、おいくらですか。こちら、はい、50万円になります。50万かー。わー、今持ってないんですよ。わー、どうしようかな。でもちょっとな、壺に50万はな、使えないな。どうしよう。今日はあなたに特別に、特別に勉強させていただきます。あ、嬉しい。50万からいくらになるんだろう。こちら、はい、5000円になります。50万から5000円、やっさ、めっちゃ安くないですか、それ。いいですよ。じゃあ買います。これ買います。これ100円ショップで買ったツボなんだけどね。じゃあこれで。毎度ありちょっと、まあいいや。ああ、よかった。これでも私明日死なずに済みますね。いいえ。なんで、なんで。この後何この壺を割ります。この壺割っちゃうの私。はい。やだ、割ったら死んじゃうじゃないですか。どうしたらいいの、運命変えに来たのに。そうしましたら、はい、どうしたらいいですか。あ、何こちらの、はい、これブレスレットと、ブレスレットと、こちらのネックレス、こちらのネックレス、これをつけてください。いいんですか、ありがとうございます。ただじゃないですよ。またただじゃない。うわー、いくらなのかな。やだな、私今日あんまりお金持ってきてないんだけどな。こちら、はい、2つでいくらドキドキ。30万円です。30万円、あー無理です。運命変えたいけど30万ちょっと持ち合わせもないし、今んとこちょっとお金ないんですよ。特別に勉強させていただきます。
あ、嬉しいな。でもな、30万だからな、3万ぐらいになるのかな。こちら、はい、いくらいくらいくら、1500円になります。1500円、え、30万から1500円、安っ安っ、めっちゃ安く買います、買います、すぐ買います、買います、買います。これを100円ショップで買ったんだけどね。すいません、これでお願いします。ありがとうございます。毎度あり、毎度あり、毎度あり、毎回。よかった、もうネックレスも買ったし、ツボも買ったし、ブレスレットも買ったし、これで私も大丈夫ですね。ね、大丈夫ですよ。あ、よかった、あ、一安心。見えました。え、ね、大丈夫なんでしょ。何が見えたんですか。あなた、はい、人に騙されやすいですよ。え、私人に騙されやすい？全然騙されないでしょ。私ね、こう見えてね、結構疑り深いんで、絶対騙されない自信あるんで大丈夫です。うん、今日は幸運の壺と、まあ、ネックレスとね、あのブレスレットも買ったから、もう絶対騙されない自信あるし、うん、騙されません、大丈夫です。ありがとうございました。よかった。めっちゃ騙されてんじゃんね。はい、ということでね、今日の動画いかがでしたでしょうか。皆さん、人に騙されちゃダメですよ。そうだね、騙されちゃダメだよね。気をつけよう。運命なんてそんなに簡単に変えられないからね。そんな夢のないこと言わないと。はい、ということでね、今日の動画面白かったと思う方はぜひいいね、いいね押してください。それとチコちゃんに占ってほしいなっていう方はぜひコメント欄に占ってチコちゃんと書いていただけると、チコちゃんが占います。え、ただだよね。いいえ、2万円です。ちょっと。それではさようなら。さようなら。